これなんで気をつけてるんですか？これはですね、これ断面なんですけど、これ今網戸ついてまして、この網戸がついてることによってこう窓の内窓をつける奥行きが足りないんですよ。なので、木の枠を使って、奥行きを多くしてるんです。はい、窓をつけるために奥行きにゆとりを持たせている。そうです。なるほど。はい、これをやらないと、窓がはみ出ちゃうんで。なるほど。はい、この白いの何ですか？この白いのは、新しいふかした後の化粧枠というか、このカバーする、綺麗に見せるための枠ですね。ああ、木を隠してるだけ。そうです。木を隠した上で、そう、こう外にふかすための枠です。ふかすって何ですか？ごめんなさい、奥行きを増やすための。ああ、枠ですね。このままだったらちょっとかっこ悪いんで、うんうんうん、はい、内窓と同じ材質で、うん、同じ色の、綺麗な枠をつけてあげることによって、そう、綺麗に。じゃあ樹脂ってことですか？そうです。内窓と同じ樹脂ですね、材質は。そう、こうやってつけてあげることによってね、もともとついてたように綺麗につくんですよ。はい、これまたさらに白いのつけるんですか？そう、これがね、こっちが本格的に内窓の枠ですね。枠？枠、はい。内窓って、うん、この空いてる間口に対して4辺に全部枠つくんですよ、うん、上下のレール。あ、レール。そう、上下はレールですね。あ、窓がはまるやつ。そうです。はい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 、はい。でこれを枠をつけて、うん、上下にもレールをつけて窓をこう立て込むと、うんうん、入れるってことですね、これね。でこのプラスサッシっていうのがね、20枠なんですよ。だから1個つけて外側の枠をつけて、もう1個中にもう1個枠をつけるんですよ。だからその中の空気層でよりこの気密性が高いというか、断熱性が上がるというか、はい、だから全部そう、4辺とも上も下も4辺全部20枠になってる。普通の普通の内窓とかだったら全部この1個で終わりなんですよ、4辺とも。これプラストサッシっていう内窓なんで。窓立て込みますね、これ。これが、ペアガラスのロー E ですね。高断熱のペアガラスになってます。そう、で、これね、こだわりポイントとしては、通常これ、指定しなければ、この窓の間口の大きさに対して半々なんですよ、引き戸の大きさが。半々。でもそれだと、ちょっとね、外から見ると、この窓の重なる部分が、外から見えちゃうんで、そう、左右の大きさ。線が1本増えちゃう。そうです、うん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 、だからね、こう変えてるんですよ、外から綺麗に。元の窓が6対4ぐらいになってるから。そうです。それはオーダーってことなんですね。そうです、うんうん、はい、だから外から見てもはみ出て変なところもないし、使い方もかなりいいんじゃないかなと思います、ね、それはオプションになるんですか？いや、オプションにはならないですね、うん、通常料金内に含まれている。そうです、そうです、うんうん、はい。ほら、めちゃめちゃ収まりいいでしょ、これ気持ちよかったもん、これできた時。うわ、めっちゃ収まりいいと思って。うんうん、めちゃくちゃ暖かくなりますよ、この部屋。お客さんからもね、あれから暑い日続いたけど、エアコンつけてて切ってもしばらく涼しいから、うん、めちゃくちゃいいって言って喜んでもらいましたね。すげえ嬉しかったな。